演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらの伊勢深蒸し茶というものを飲んでみたいと思います。伊勢、つまり三重県ですね。行ってみたいな。どんな場所なんだろうと、まあお茶から離れてる。中身はこれの感じですね。おーっと、シンセとティーパック、こういうの嬉しいですね。ちゃんと飲みやすいんですよ、配慮してくれてるっていうのが。ではこれを入れて、はい、ではしばしお待ちを。入れ終わりました。では飲んでみたいと思います。日本古来のお茶というのは大げさでしょうか。でもやっぱり落ち着きますね。この前飲んだ緑茶と同じように、これも苦味とか渋みはそんなになくて、甘さがあってすっきりとして飲みやすいお茶でしたね。でもこの前のともどこか違うんでね、うまく言えないんですけど、どこか違うようなそんな気がします。ただこれも同じように団子やおまんじゅうといった和菓子と合いそうですね。というわけでこちらを点数させます。緑茶ってカフェとともに食べるイメージだけど、料理だとどんなのあるのかな。まあまた縁があればわかるか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。